バトルだな。結界、エンデュランス。エンデュランスって何？水、炎か。まあ、グリムで、ずっとグリムでいいかな。やっと本性を表したんだぞ。よくも俺様たちは騙してくれたな。お前たち、どこから聞いてる？割と、最初の方からですかね。最初から全てですよ。談話室を出てからのお二人の会話はずっとアズールのスマートフォンから全世界にライブ配信されていたんです。嫌なことするな。ほんでアズールのマジカメアカウントのライブ配信を視聴中のユーザーは5000人超え。だいぶだな。ほんで某有名魔法師養成学校の闇実況として話題騒然です。すごい感じ多いね、なんか副寮長の晴れ舞台、もちろん寮生の皆さんも談話室に集まって視聴中ですいやー、趣味だな、ほんで。ああ、来ちゃった来ちゃった。ジャミル副寮長、今の話は本当なんですか？今までずっと寮長や僕たちを騙していたと。騙される方が悪いんだよこいつらにはずっと厳しく言ってくる。もういい人ぶっておいてひでえやつ、とんだ嘘つき野郎なんだぞ。それは違う。俺はもう言い逃れはできませんよ。アズールに使った洗脳魔法が動かぬ証拠。ジャミルさん、あなたこそユニーク魔法でカリムさんを操り、スカラビアを混乱に招き入れた黒幕だ。ことを荒立てるつもりはなかったが、こうなれば仕方ない。アズール、命令だ。こいつら全員ねじ伏せて拘束しろ。え、何？俺アズールと戦うの？もしかして、はい、ご主人様。吐いてアズール、いけません。正気に戻りなさい。呼びかけなど無駄だ。叩けばいいじゃんはい、僕はジャミル様の忠実なしもべ。なわけないじゃないですか。アズール目がスッて戻ったな。何？ジャミルさん、先ほどのお言葉そのままあなたにお返ししますよ。僕を傲慢な魔法師と思って油断していましたね。熟慮の精神をモットーとするスカラビアの副寮長ともあろうものがざまあない。言われてんじゃねえかざまあないって言い返されてんじゃねえかお前どういうことだいいね。確実に目を見て洗脳したはず。僕はいつでも万全の対策を練ってから行動を起こす堅実な魔法師ですからね、えフロイド。フロイド？海蛇君さちょっと油断すんのが早かったんじゃない？なんかこれ知ってんな。まだツイストやってない頃、ツイッターのトレンドですげー言われたもんなフロイドが声変わりした言うて。ほな、おめえなんだその声。俺アズールと契約してこの低い声をもらったんだ。どう？渋くていいでしょう。ハードボイルドみたいな声だよね40代ぐらいでこうひげ生やしてバーボン片手に葉巻吸ってそうな声だかなり渋いな。代わりに俺の自慢のユニーク魔法バインドザハートをアズールに差し出した。フロイドのユニーク魔法バインドザハートは相手の魔法を妨害し矛先をそらすことができる魔法なんです。サンゴのみで見た魔法が当たらない魔法だ。魔法が当たらない魔法だ。うん、そらしたとこでしょ。すごい監督生さん、ご明察です。あ、どうもありがとうございます。褒めていただいて。そんな僕はフロイドから巻き上げたもとい担保に預かったバインドザハートを使いジャミルさんの洗脳魔法を回避した。ふんふん。そして操られたふりで油断したジャミルさんから真相を聞き出したというわけです。さすがアズール、むちゃくちゃ性格悪いんだぞ褒めてんのかけなしてんのかどっちだ。頭脳派と言ってくれませんか。ま、カリムさんがジェイドのユニーク魔法にも屈さないほど強く思う相手など彼しかいないだろうでしょうね。と予想がついてたからこそ立てられた作戦ですがね。じゃあ見る。ああ、カリム
これは一体どういうことだ。カリム、お前が俺を操っていたなんて嘘だよな。あれ、でも操ってた相手を知ってるって言ってたよね君。あれ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 、操ってた相手を知っていますか。知ってる。ではそれは誰ですか。それは教えられないって言ってたぐらいだからさ、操ってたことを知ってる上にジャミルだって分かってるはずだよね。なんでだ、それはなんでだ。お前が俺を操るなんて、俺を追い出そうとするなんて、するわけないよな。ジャミル、お前だけは、お前だけは絶対に俺を裏切ったりしないよな。だって俺たち親友だろ。おい、どうしたんだ。そういうところだよ。俺はな、物心ついた時からお前のそういう能天気でお人よしでバカなところが大嫌いだったんだ。こっちの苦労も知らないでヘラヘラしやがって。お前の笑顔を見るたび虫唾が走る。もううんざりだ。もう取り繕っても意味がない。俺はな、お前さえいなければと毎日毎日願い続けてきた。だがそれも今日でおしまいだ。俺も家族も何もかもどうにでもなれ。あ、これは待て、ジャミル。瞳に映るはお前の主。あら、あ、オーバーブラッドするかなと思って。あ、なんかいつもより波紋が濃い。尋ねれば答えよ、命じれば神戸を垂れよ、スネークウィスパー。あ、そのコロコロ手のひらをさ返すようなスカラビア妖精たちはすぐに洗脳されちまうよ。頭がまさか妖精全員を洗脳にかけただと。お前たち、カリムとオクタビネルの奴らを外につまみ出せ。はい、ご主人様。うん、こいつらちょろすぎる。ジャミル。ああ、このバトルなんだ。どこからともなくスネークウィスパーを出すな。アイコンがスネークウィスパー出してるみたいになってるじゃないか。信じられない、これほどの大人数を同時に、しかも個別に操れるの。ああ、精神魔法がその難しいって言っていたから相当すごいことしてんだろうな。平凡なんてとんでもない。彼の魔力はスカラビアどころか学園の中でも間違いなくトップクラスだ。なるほど。ジャミル、もうやめろ。分かったから、お前が寮長になれ。俺は実家に戻るから。いや、でもそれだけだと解決しないような気がするな。はあ、何言ってんの。俺の呪縛はそんなことで簡単に解けはしない。カリム、お前がこの世に存在する限り。カリムがっていうか、味受けがって感じする。俺は、ああ、もうどっから出てんだそれ。いけません、ジャミルさん。これ以上ユニーク魔法を使い続ければ、ああ、ブロットの許容量が。ブロットのこと忘れてた。うるさい、俺に命令するな。俺はもう誰の命令も聞かない。俺はもう自由になるんだ。え、違うね、まだだよね。あ、あ、もう溜まっちゃった。ああ、そうか。ああ、このエンジ色のね、色が黒に。うわ、ちょっといつもよりペース早かったような気するけどな。うわー、すんごい、そのジャラジャラ、何そのジャラジャラ。髪の毛がどっから髪の毛かわからんし、もう浮いてるし。あー、ごひげ。なんだあれ、
カビルの姿が空模様まで変わっていく。これはアズールの時と同じオーバーブラッド。あいつも闇落ちバーサーカーになっちまったのか。え、何、闇落ちバーサーカーって4章で言ってたんだよ。だいぶ使ってたんだこの子。みんな最終形態だよね、この後ろの化身の部分ってさ、まあ、こうなっちゃうんですけど最後無能な王もペテン師もお前らにもう用はない。宇宙の果てまで飛んでいけ。そして二度と帰るな。どっかー楽しそうじゃ今のいっちゃん低い声で取引したフロイドの声かな。ナイスショット楽しそうじゃ。あばよカリムここずっとジャファーだね、セリフが。おー、明るっ。俺ら今飛ばされてんのこれ。明るい、ほんで。手ぶれすご。あら。どこここ砂漠。待て。スカラビア領なのかここは。領外だろもう。逆に。砂漠の果てって捕まんだろこんなところ。なんか最近こんなのばっかりなんだぞ。かろうじて生きている。人間そんな簡単に死なないって。マジで寒いんだけど。流氷の下見て。あ、こうそんな寒いんだ。でも君ら寒いの平気なんだろう。それに今多分適しているよ服が。グリムさんはケムクジャラですし、僕たち人魚はある程度寒さに強い体ですが。あ。監督生さんとカリムさんは。長時間ここにいるのは命の危険が伴いそうな寒さだ。吹き飛ばされて着地するまでかなり滞空時間が長かった。ほう。徒歩で帰るには何十時間かかるか。そんな飛ばされたんだ。あれかワンピースのクマが持ってるニキュニキの実みたいな感じ。それにしてもフロイドのその声落ち着きませんね。契約書を破って破棄しますから元に戻しましょう。でも落ち着かないんだやっぱり。いつも聞いてる声じゃないと落ち着かないんだ。結構気に入ってたのに。あと20年後ぐらいだったら多分似合うと思うよ。あや、あ、呼びた？わ、綺麗。戻った。声元に戻ったみたい。聞き馴染みのある声になった。アズールと契約してユニーク魔法を貸すだなんて。よくできますね。我が兄弟ながら感心します。え、ジードはじゃあしたくないの、そのユニーク魔法を貸すこと。なんだかんだ理由をつけて魔法を返してくれない気がするので。そんな信用ないんか。嘘だろ。僕なら絶対にアズールと契約なんてしたくありませんよ。そうなの。意外やね。なんかジードの方があれかな、アズールに対してガード固いのかな。そんな嫌なの。確かにアズールならやりそうだけどさ俺別に魔法が返ってこなくてもいいし。へえ、あ、そういうタイプ。てかもなんか君ら二人アズールに対してあんま信頼ないの。なんか意外とそんな感じなんだな。なんかあら、ジャミル信じてたのに。そりゃな、十何年も一緒にいたらそうなるよな。かわいそうだよ、なんか。あれ？ラッコちゃん泣いてんの？涙凍るよ。あら、優しい。俺のせいだ。ん？知らないうちに、ジャミルのことを追い詰めちまってた。ジャミルは、本当はあんなことするようなやつじゃない。え、そうなの？そうなの？いつも俺を助けてくれて、頼りになるいいやつね。まあでもそこはやっぱ仕事上とかなんじゃないのかな。どうなんだろうね。まあ多分そうだと思うけど。え？そういうところが彼を追い詰めたのでは？え？急に言うじゃん。なんか今言うのそれ。追い詰めてるな。俺という監督生が彼も追い詰めてそうだけど、なんか。いい奴は友達をこんなところ飛ばしたりしません。ほんとそうだよ。友達なんだらこんなところ飛ばさないよ。そういうところって。それをあのスカラビア会議の時に言えばよかったんじゃないの？飛ばしませんよ、こんなところに。えって、俺めっちゃ攻めてる人じゃん。それを2章3章で言えばよかったじゃん、そういう強気な感じでさ。こやスプラッシュまた必殺技みたいな。お、砂漠の果て。
ここの隠れミッキーってどこなんだろうな。こういう、ある。ブラッシュする？出た。こいつのきついツッコミ。ツッコミやんこれ。でも俺も小エビちゃんと同意見。ラッコちゃんいい子すぎるっていうか、なんつうかうざい。この学校の学生の特質からしたらそうなるだろうな。まあいい子ちゃんすぎるというかね。確かにカリムなんか人のこと叱らなそうだもんな。どんなに何かあっても、なんかまあそういうイメージあるな。うざ。そうですね。もし僕があんな裏切り方をされたら、持ちうる語彙の限りに罵って精神的に追い詰め、縛って海に沈めますよ。それじゃ楽そうだな。なんかもうちょっとやるだろお前。それを自分のせいだなんて、いいやつを通り越してちょっと気持ち悪いです。気持ち悪いですって、そんな笑顔で言わなくても。気持ち悪い。いや、でもジャミルは絶対に俺を裏切ったりはしないはず。なんで絶対って言い切れるんだろう。まあ今までがそうだったからっていうのもあるんじゃないのかな。やっぱなんかそういうことしなかったっていうかさ、ジャミルはカリミの前ではいい子ちゃんを演じてたわけだから、それを見抜けなかったというか、見抜くような人をそういう意味で疑わなそうだもんな。なんかいやめっちゃ裏切ってるじゃん。しかもラッコちゃんに罪をなすりつけて追い出そうとしてたとか、マジで最低じゃん。卑劣さのレベルで言えばアズールと比べても見劣りしません。なるほど、君らアズールのこと卑劣だと思ってたな。自信を持って裏切り者と罵っていいと思いますよ。カリムさんの他人を信じ切ったいい子ちゃん発言は、僕やジャミルさんのようにひねくれた、いえ計算で生きている人種からすればチクチクと嫌味を言われている気にすらなります。なるほど、ひねくれた人間からしたらまあそんな。なんで一回ひねくれたっつったら自分でひねくれたって思ってんだろうなこれ。小さい頃からずっとそうやってジャミルさんを追い詰めてきたんですねあなた。ですがあなたは何も悪くありません。あなたは生まれながらに人の上に立つ身分であり、両親や身の回りの人間から一心に愛情を受け、素直にまっすぐ育った。それゆえに無自覚に傲慢である、というだけですから。なるほどなるほど。カリムさんの場合、将来天真爛漫な性分でらっしゃる気もしますが。そうか、ジャミルは悪いやつなのか。カリムの立場からしたら、まあ、そう思いたくないというか信じたくないっていう気持ちは上がるけど、だって見たでしょ、あんななんかノリノリでナイスショーって言うんだから。今頃今頃っていうか、しょうがない、めちゃくちゃ悪いやつなんだよ。それなら早く帰らなくちゃ。おう、あいつを殴って裏切り者って言ってやらないと。一発じゃ足らねえんだぞ。さらにオアシスまで10往復更新させてやるんだぞ。今のターンだとほらジャミルが悪い感じだったけど、どっちかっていうとこう味向けがさ、家族間とかのなんか問題とかになるから、またちょっとね、100悪いかっつったらまたそれもまた違う話になっちゃうからさ。ええ、それに早くジャミルさんを正気に戻さなければ、彼自身の命も危ない。彼の魔力が尽きる前に戻らなければ。だからさ、どうやって戻るの。早歩き。早歩き、競歩ってこと。そんなのんびりしてたら俺様の鼻が凍っちまうんだぞ。川でもあれば泳いで戻れたのですが、ほう、周辺の川はどこも干上がっているようですね。川、水が欲しいのか。もうなんか言い方があれだな、なんて言うんだろう、川でもあればこれも願いになるのか。なんかちょっとこう川、水が欲しいのかって言い方が、あの正気に戻った時のカリムと同じセリフだな。ええ、フロイドとジェイドが本来の姿に戻ればホーキー以上に速度が出るはずです。何、君らそんな
早いの、泳ぐのすごいな。しかし乾いた川を元に戻すなんて僕らには不可能。俺できるぞ。まあそりゃそうだ。え、君らはカリムのユニーク魔法は別に知らないのか。そっかそっか。ああ、そういえばユニーク魔法。俺のユニーク魔法、オアシスメーカーは少しの魔力でいくらでも水が出せるんだ。少しの魔力だから、もうちょっとこうすごい魔力出せるともっとすごいことになるってことかな。川が作れれば寮に戻れるんだな。なんですかそのユニーク魔法、すごすぎませんか。うん、すごいと思う。普段は水道があるから全然役に立たない魔法なんだけどな。アッハッハじゃないですよ。まだ治水環境が整っていない国などでは英雄ものの魔法じゃありませんか。あ、じゃあそういう国はまだやっぱあるんだな、いわゆる発展途上国みたいな。そんなの商売になりすぎる。なんか言うと思った。下世話なアズールのことは置いておいて、カリムさん、ではお願いできますか。さっきからジェイドめちゃくちゃアズールのことめちゃくちゃ罵るじゃん、さっきから。なんか卑劣だとか下世話だとかなんかどうした。川を作ればいいんだな。わかった、任せておけ。うわーすごい、もうこれでできたの。すげー、みるみる川が水で満たされていくんだぞ。すごいな。ではフロイド、川が凍る前に行きましょう。びっくりした。アズール、グリム君、僕の背中に捕まって。一瞬だったな今の。小エビちゃんとラッコちゃんは俺の背中ね。あ、本当。全然いいんだけど、振り落とされないようにしっかり捕まってなきゃいけなくない、これ。あれ結構早いんじゃない。でもアズールは忍者なんだろ。自分で早く泳げるんじゃねえのか。アズールは人魚になっても泳ぐのが早くありませんから。うん、それは尾びれの形状差のせいです。さあスカラビア寮へ向けて出発しますよ。ヒレないもんなタコな。ここであれだね、カリムが出てきてオクタビネの3人がいなくなってる。まあ、最後までグリムを使おう。わしは赤ホラー映画のそれみたいになってる。ビーツ色だ、ビーツ色。食料も飲み物も全部持ってこい。顔なしかお前。今日は宴だ。アホな王が消え、真の実力者が王になった記念日だからな。すっげえ嬉しそうじゃん。俺を褒めたたえるがいい。あなた様はとてもハンサムで。あれ俺ら持ってたの。ほう、色黒で背が高くて。それで目が釣り上がっていてとても賢そうです。君も目釣り上がってるタイプじゃねえか。それから、え、今ジェイド自分のこと言ってた。肩が怒ってて。見るからに強そうな感じだな。うっとりです、素敵です。なんで俺も言ってんの。もうちょっとあるだろ褒め言葉。そんななんかなんとなくの感じなくて。じゃあ素敵です。うっとりって。なかなかの褒め言葉じゃないか。いいんだこれ。お前たちは逆やってんじゃないんだよ、あんた。気づくのが遅いんだよ、あんた。時空の果てまで吹き飛ばしたはずだ。この短時間でどうやってここまで戻ってきた。カリムとジェイドとフロイドの合わせ技でこうバーンと。乾いた川に水を満たして泳いで帰ってきた。そうか、カリムのユニーク魔法で。お前の魔法にも使い道があってよかったじゃないか。いや、ジャミル、これあれかな、カリムのユニーク魔法は別になんか水を使うだけかみたいな、なんかちょっと心の中で思ったんだろうな。植木の水やりか、お遊戯くらいにしか役に立たないくだらない魔法だと思っていたのに。うわぁ。カリムさんの力を侮っていたようですね。そうだよ、だって顔をね水で覆ってしまえば息できなくて殺せる。結構単純な魔法ほどすごかったりするからな。ジャミル、お前が俺をどう思ってたかよくわかった。間違いなくお前は卑怯な裏切り者だ。バカめ、疑いもせず信じる方が悪いんだろ。正々堂々俺と勝負しろ。
そして俺から奪った領長の座返してもらうぜ。おお、奪っただと。どの口が。俺から何もかも奪ったのはお前の方だ。お前の知るがいい。この俺の本当の力を。にゃっ。おお、これでバトルか。パワー、絶大なるパワーだ。いやー、やっぱこの場にもご縁だぞ。きついパンチを食らわせてやる。ん、ジャファーが押したな。俺こそがスカラビアの真の支配者だ。彼はどれほど魔力を内に秘めていたのか。俺は絶対諦めない。ジャンプの主人公みてえだ。暗闇、確率で攻撃が無効になる。あー、なるほどね。そういうのやってくるのか。あ、じゃあこのターン一旦のみだからイデア使わない方がいいな。あ、いねえわ。これで一番に自由になれたと思った。